松浦さん、はい、ちょっとワッキーの衝撃的な強さがあった中、そうですね、その若干その顔色も青ざめるぐらいかな、こうで消耗度すごいです。消耗度すごいんですけど、うん、まあ下ヒロトが前回ってくれるんで、うん、ちょっとあの回復できたらいいかなと思います、うん、はい、まあそのスローム三三ということで、はい、ナショナルで力出しやすいバンクかなというのも言われてますけど、そんな中、そうですね、あのまあ新田さんのスピードもものすごかったですし、ちょっと反応できなかったんで、はい、まあ、あの自分の中でちょっと思う節が1点2点あるんで、まあ、その辺をあの節中にあの開催中に修正できたらいいなと思います。確かにその先頭に立っていく動きだったり、はい、そこからみたいなのがちょっとまあ迷いはなかったんでいいんですけど、あの要所要所でちょっと村上さんに頼ってしまった部分があったり、こうあの人任せにした部分が1点2点あったんで、まあ、その辺少しあの内容というかちょっと修正いるかなと思います。18-3、18-3、18-4、すごいっすね、すごいっすね、さすがです。あそこにいますよ、ちょっと明日以降、まあ、オールスターの戦いだったり、はい、最初はまあみんなでっていうのもあるんで、そうですね、はい、まあ、まあ、あの最後勝てれば勝ちなんで、はい、頑張ります。はい、きつい、陰気った時点で俺はラッキーと思ったよ、うん、いやまだね来てないと思って見えなかったんですよ。いやだって、いや新田さんがちょっと引き気味に下がってきた瞬間に行かないといけないから、うん、きつかったマジで。いやでも、うん、仕掛けるポイントの仕掛けるというか、松田がこう俺だけを見て仕掛けなかったらちょっと俺も腹くくらなあかんなと思った。いや俺はもう基本的にあんま気にせずに行こう。それが今まで意識しすぎて逆にきついから、うん、だからそれで俺は助かったんです逆に。で僕はあの赤番のホーム戦でガーンってかけるつもりで行ったらやばいもう来たと思って、うん、でも俺としては俺としてはひろゆくさんを連れていかなあかんっていう意識すごかったし、うん、その今までだったらそのかましのタイミングがちょっとずれてるからって言われてたから、じゃあ自分でどのぐらいこの距離だったら持つんかなと思ってちょっと今日試しちゃって。強かった。でタイムをさっきまたの先生読んで、いわゆる 18-3、18-3 の残り2周と1周、ホームバックが8秒9、うん、まあそんなもんやろ、三田さんと俺の戦いで俺的にはあの18-3飛びついてちょっと余裕があったから、うん、まあよしとしようとそこしかし、ワッキーとしてはどうする、新田さんとの向かい合い相当すぎますよね。でも新田さんとの向き合いはもう僕の中ではもう入れないんでしょ、うん、まあ、今まで の, その共同での新田さん の, その走りからを見て、まあ、その勝負するところは絶対に仕掛けてくるなと思ったんで、そこはまあ僕もかなり警戒してました、うん、ある意味その競技者冥利じゃないけどやりがいありますか。でも三三のドームの中で の, その競技の競輪の戦いってああいう感じなんです、うん、僕が先に仕掛けて、まあ、新田さんがそのかましにいつ来るのかなっていう戦いなんで、うん、まあ、それを見据えた戦いがこうしっかり自分の中で想像できたのが強かったです、うん、はい、よかったです。しっかり勝ち切って、いやさっき松浦さんね真っ青だった、血の気が引いたというか、いや俺もちょっと吐きそうだったからわっきーだしもそれぐらい、いや表彰式もうやめてくれと思ったぐらいですもん、うん、それぐらいもう本来ならそのファンサービスしなきゃいけないんですけど、うん、その余裕ですらなかったんで、うん、まあ、そこはちょっと申し訳ないなと思ったんです。いや、まあ、グランプリやり直しの一戦でありつつ、ドリームレース級のインパクト、勝ちっぷり、まあ、グランプリみたいなレースができてよかったです。いや迫力あったな、僕の中でもこうすごい、うん、あのやりがいがあるレースだなと思ったんで、うん、いや本当に涙が出るレベルで素晴らしかった、はい、まあ、とりあえず明日も頑張ります。また頑張って、はい。